はい、どうもニーナです。今日もスターウォーズバトルフロント2プレイしていきたいと思います。キャッシー攻撃側やっていきましょう。はい、まだ増援イベントですので、スペシャルユニットを噛んだね。スペシャルユニットを使っていきたいなという、今回はコマンドドロイドを使っていきましょう。いつもはね、白い悪魔として真っ白で運用してましたけれども、今回はねちょっと夜でも戦えるように考えて撃たせませんよ。で、拾いに来るところを見て拾わせん流れで取り切れなかった。見てください、このちょっと夜っぽい感じにやってきましたんで、皆さんに裏から奇襲していきましょう。とりあえずいい感じでファーストコンタクトは阻止できたかな。まさかね、来週のねナイトオプスを想定してナイトビジョンをつけてきているという強者はいないでしょう。サーマルバイヌキュラーも知ったことではありませんよ。上にいるね、中に結構いる、中にいるね。その中ちょっと行きたいな。そしてあれか、ガンシップもいんのか。危ない、うまい、どこ行った、見失った、くそー、やるね。2発目切られても3発目を返してくるパターンもあるんじゃなかろうか。危ないぞ、いるな、めちゃめちゃいるんだが、裏を回りましょう。雑誌のいない。忍んでいくパターンのやつ、そこいますね、そこ生きてますか。シュ、いない、忍んでいるのかな。来ている、来てる。弾速遅いやつはこのエイム力の低さがわかるまい、私がどこにいるかわかるまい。死んじゃう、2しかない、体力2しかないんだよね。ちょっと休まして、休みたいな。体力の回復スピード遅いね。いる？うわ、いるな、そこいっぱいいるね。あいつ、うわーっとやられている。忍んでまいりたいね。行きましょう、相当向こうも圧力かけてきてるから、後ろのあれはタンクだよね。後ろの反応はタンクだと思うんで無視して、なかなかドロイデかいい動きしてますねこれは。ただ敵のヒーローも出てきている。こっからですね、流れがどう変わってくるかは、ルークか、やはりルーク、圧倒的な圧で迫ってくるルーク、スカイウォーカー。大丈夫、きちんと見てるよ、後ろ。全然わかんないな。ルークとあんま接近戦はしたくないんだよな。ほっ、こかして、撃っていく。煙を焚いて、うお、くそ、こかすとこまでは良かったんだけどな。もう一歩進みきれなかった。あそこは先に煙巻いてからというパターンでも良かったな。エアリアルか、どこから来るかだよね。こっち側から撃ってくるパターンじゃないのかな。すげえ煙が立ってるけども、これはどっち、煙で逃げましょう。
スッで持たれていく。持たれたよな今。あれ見失った。あ、抜けてってんのか。まずいな、まずいよ、危ないよ。くぅ、無理しすぎた。くそ、みんなあれだね、鳥目じゃないね、暗闇にちゃんと見てるね当たり前か、当たり前か。変なとこいたりしないよね。あんまりうかつに使うのは良くないんだけども、その上っぽいか、上っぽい感じだね。味方のヒーローは何かっていうのも気になるところではある。本当に俺が必要なのか、本当に俺が必要なのか。これジャンプで乗り越えれないか、さすがに。後ろに降りた。いて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 、やりよる。飛んでいく。オッケー、取った。この忍びズムで。これは敵だ。忍びいっぱいおるわ。忍んどるね。なんか上にいたよな今。今上にいたよね。味方じゃないよね今の。わからん。上いなかったっけ。なかなかあれだね、一発も撃たせない勢いだから強いね。ただ私はヒーローにも仕掛けていきたい。野蛮だが効果的だ。それ味方か。まずいな、近くにいる。避けられた。おお、ジャンプでかわせたのはそこまでか。ダメかダメか。なかなか難しい。空いている、ヒーローが空いているだと。まあ使ってみましょう。ボバだね。これ結構怖いんだよな。混戦状態になってるから、あんまり敵の場所がわからんのはきついよね。そこら辺なんかいっぱい敵の反応ない。敵の反応があることはあるのか。いるじゃん。お前たちなど敵ではない。どこにいるかわからん。後ろにいるね、結構後ろに結構いる。ちょっとなんかどこにいるかわからんのだよ。敵がいた。お前の叶う相手ではない。ミスった、ミスった全部ミスった。チョークも当たらないし、焦りすぎてチョークも当たらないし、スローも当たらないし、フォーカストレージも無駄打ちしてるし、帰りましょう。撃たれている。悔やむがいい。ここはまだいっぱい来そうなよね。来そうなよね来そうなんだよね。でしょ、日本語は難しい。どうですか、なんかおりますか。まだ抵抗するか。もうちょっと前行った方がいいのかな。ここにいるパターンじゃないのかな。敵逃げん。いや、なんかいるぞ。敵のヒーローがいるのはまずくないか。なんかいる。敵の方にヒーローの方行った方がいいよな。ルークだ。いた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 。ルークが暴れている。まあそうですよね。こっちの方が少ないのが嫌だな。あ、モバも来てくれてる。詰めるか。後ろにいるね、後ろにいる。そう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 、サンキュー。後ろ結構いるな。下にいる。
なんか結構後ろにいるんだね。怖い怖い。はい、さてとボバなんだよね。ボバは気をつけないと、中に来いっていうのはちょっと無理がある可能性があるから、左側から行きたいな。そこいるの？なんかいるね、やっぱり。出遅れたんじゃなかろうか。やべ、なるべく一緒に行きたいんだよな。うん、ボバフェット今年を失望させる。どうかな、俺がボバフェットを失望させる展開もあるんだよな。全然下に行ったな、あれ。そうだね、いや2枚なんだよね。そりゃそうですよね。手間をかけさせよって。ナイス、いいよ。中もう1枚だけど、ちょっと人数が欲しいところなんだよね。もうちょい人数欲しいね。やべ、こかされる。あの爆弾うっとしいな。逆サイか。いや気をつけてね、そこ爆弾があるんだ。どうするか。結構緊張するぞこれ。隠れても無駄だ。スタミナがない、スタミナがないんでござるよ。スタミナ切れでござる。一応言ってるけど反対側逆にやられちゃいそうだよね。ちょっと待った。おお、チョーク。おお、それはあれなんじゃないか、それは無茶なんじゃないか。アナキン、かつての私よ。あー、ボバ、ごめん。ボバ相当頑張ってくれている。うわ、すげえ量なんだが。すげえ量できてんな。いえ、敵の量半端なかったぞ。あ、向こう側も落ちてるんだ。つらかった。すげえ量きた。私の忍んで参る忍びスタイルの話だったはずなんだけども、結構生き残りがいる感じですか。誰だ、トゥークか。なるべく早めに詰めてはいきたいよね。あ、マジか、これはまずいね。チョークは入ってるけど多分死ぬな俺。後ろからだよね。マインドトリックがいいとこ入ったね。あのタイミングで俺もチョーク打ってたんだけど、逆にキャンセルされてしまう流れでしたね。ただ味方も詰めてくれてるからラインは下がると思うんだよな、あれで。まあ余裕で起きますけども、まずはこれで釣れると思うんだよな。うわー、多いな敵が。助けて、助けて。さすがに無理があるじゃん。さすがに無理があるじゃん、一人だと。入れてないわけじゃないと思うんだよな。とりあえず1個ずつやりましょうか。1個ずつやっていきましょう。痛い。グリーバス。これは解除されたな、片方多分解除されますね。ですよね、いるじゃん。いますよ、しっかり守りたいな。もうちょっとあれなんだよな、一般陛下が来てほしいんだよな。
ナイス。オッケー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 、いいよ。もうちょっと一般陛下が欲しいんだよね本当は。多分切り抜けられちゃうと思うから。はい、バカ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 、なんでそこであれなの。なんでそこでホイールホームなの。今はホイールホームでいいの。うわー行きましょう、反対側、反対側を機に行きましょう。忍び、もうちょっと忍びでもいいか。まあ、置くのは多分ドロイデカの方が楽だから。守りますよ。いて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 。ただこれでパルパティン守れたはずだ。置けねえ、置けねえじゃねえ。置いたの維持できないな。置いたの維持できないか。対装甲アタッチメント、いや違うな。TX130 にやられてんのか。タンクが前に出られないのは結構厳しいかもしれないね。また外されちゃった。置きましょう。とりあえず何度も置いていくこと、これ大切。痛い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 。なんで丸まってんの、あなた。なんで丸まってるの。バリアバリア、力んで、丸まっちゃうのダメよ。つい力が入っちゃうんだよな。まずい、来てる来てる来てる。バリア、バリアが間に合わん。解除されるぞ。後ろ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 来てるぞ。戻ってくれヒーローたち。いいよ、私もちょっと離れた位置から打ち込もうか。煙で全然見えんけど、すげえ撃ってよ、ここすげえ撃ってよ。はい、ということでね、一応うかつでしたね。これちゃんと慎重に立ち回ればベイダーで最後まで引けたような気がするけど。まあそうだよね、あんな開けたところでチョークは愚策だなとは思ったものの、もう引いてもろくなことはなさそうだなという私の考えもありまして。いやマジ1位の人みたいにね、俺もそのポーズで乗りたかった。今回わざわざ色も白から変えていったんでね、そのポーズで乗りたかったな。はい、というわけでなかなかいい感じに攻め上がれましたね。まあ味方もすごい強かったっていうのも当然ありますけれども。はい。というわけで、今回はここまでにしたいと思います。残り少ないですけれども、増援イベント楽しんでみてください。ご視聴ありがとうございました。また見てねー。